ひさげずみは、台湾の推理作家。英国推理作家協会会員、カナダ推理作家協会会員、広志客、来る、推理蔵書各書評者、東森江戸で新聞雲コラムニスト。台北市生まれ、カナダ在住。バンクーバーフィルムスクール 3D アニメーション、特殊効果加卒。アメリカやカナダで発行される複数の中国語新聞や雑誌において、 約9年間コラムニストとして活動。品資料高コラム、世界日報参加、世界週刊、コラム、墨んみ天下、マス、英字コラム、全球移民公衣賞などを執筆。2012年、第10回台湾推理作家協会賞で、中編、震源12時22分が第1次選考を通過し、その最近後期からのコメントで、 高い評価と励ましを受けたことが原動力となり、第4回、島田総治推理小説賞に応募。宇宙ステーションを舞台にした、長編、熱壮の密室は、最終候補に入選した。対象の発表時点で、ファーストネーションの探偵役、アハヌツオシーが、再び登場する続編も大部分が書き上がっていたという。2016年7月、ノンシリーズ長編。 課長偶行動観光。台湾やアメリカ、カナダの各地において、定期的に講演会や、イベントも行っている。2016年、サンフランシスコ公共図書館は、熱層の密室、課長偶行動、追著対応法、一等、切松進む作業力戦、小事故、おぞを所蔵書とした。単行本翻訳旅行エッセイ雑誌等、収録短編三分ルポルタージュ、アメリカ、 2016級金山推理の行2017周囲作家北美順回講座台湾アメリカ王子大時代日下げ済み戦乱2016年8月25日閲覧白刊文章心得11震源12時22分2016年8月25日閲覧 AB 第4回メラン島田章司推理賞賞決戦入り囲い作品 熱草の密室。2016年8月25日閲覧。説西ココクス日下げ済み対談講座、遺独観察人事件、不可能的犯罪進化論完成報道記録。2016年9月21日閲覧。AB、課長具行動作家生活史。2016年9月21日閲覧。サンフランシスコパブリックライブラリー、オーサーリスト。 2016年8月25日閲覧。十回台湾推理作家協会。文章通貨発宣明探台湾推理作家協会。2016年8月26日閲覧。第4回メラン。島田翔司推理賞賞伏選結果交付。2016年9月21日閲覧。の密室豆弁。豆弁。二千十六年八月十五日閲覧。 水岩、美少、くすしもとむらん系列作家生活史。2017年1月7日閲覧。追蝶対応法、一等、切松進む採用力戦士小事故。作家生活史。2017年1月7日閲覧。2017周囲作家紀旅巡回講座、歌集級。 金山やまユーチューブ、2017年6月25日閲覧2017、周囲作家き旅順開講座、歌集制、二日 y o u t u b e 2017年6月25日閲覧2017、周囲作家き旅順開講座、歌集南湾 y o u t u b e 2017年6月25日閲覧2017、周囲作家き旅順開講座、伊沢尾たちへしゃげここから、 YouTube 2017年6月25日閲覧2017周囲作家北美巡回講座伊沢オ州旧ュー YouTube 2017年6月25日閲覧井戸空間殺人事件不可能的犯罪進化論 YouTube 2017年6月25日閲覧社作新規女 VS 時空戦非男 YouTube 2017年6月25日閲覧カル1天水里高一天気幻便一便宜不良 YouTube 2017年6月25日閲覧谷的キツカツ眼落探索陽光散乱的世界行 YouTube 2017年6月25日閲覧水海 VS 外星人大爆走断水里世界的違い文明とも馬新非生物 YouTube 2017年6月25日閲覧、UFO、うまいしとも星材旅行的関係時刻から、YouTube 2017年6月25日閲覧、十立て構え推理小的世界観、イタル宣伝台湾推理的部国会 YouTube 2017年12月15日、閲覧、推理 k X 市中 k X 降伏開始、船無座段階。 YouTube, 2018年4月14日閲覧。ザユニバーサル FM, 非常品味周持人遺輪戦法 YouTube, 2017年6月25日、閲覧新倒中分連大。商店砲弾周持人解消戦法 YouTube, 2017年6月25日、閲覧新倒中分連大。 商店砲弾道周持人解消戦法 YouTube 2017年6月25日閲覧ありがとうございます。